鬼滅の刃のさ、カードがさ、出てたんだな。全然知らんかった。たまたま見つけてさ、全部で20種類って書いてあったから、カードのシリーズ、これね、コンプできるんで順番に出てくるはずだから。で、全部で20種で、1セット2枚入ってるからさ、10セット買ったら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10セットガチャったらゲットしたら全種コンプリート。しかもさ、パッケージに赤座いたんだよね。めっちゃかっけえ赤座のカード。しかも、レア。箱押しなんだって。やばくね。しかもうずい、いやうずいパケにいなかったんだけど、もしかしたらうずいもいるかもしれないからさ、いやめっちゃ箱押しあった。どうしよう、うずい。それではでは早速、いやこれ順番バラバラになっちゃったけどね、持って帰ってくる時袋の中でバラバラになって、一応順番通り並べてたんだけど、バラバラになって、もう順番通りではないんだけどさ、とりあえず10セットあるから、で全部で20でしょ。コンプっしょ、絶対コンプしちゃう。え、どんな感じのカードなんだろう。商品名がさ、ステンドグラスカードって書いてんだよね。で、自動販売機バージョンっていう、あのガチャのバージョンで、ステンドグラスカードって、ステンドグラスみたいな、煉獄さんじゃねえか。一発目から、でも箱押しじゃないから、あ、レアじゃなかったね。あ、こういうやつね。プラカードだ。はい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 。あのペラペラのさ、プラカードシリーズ。そういうことね。ステンドグラスカードって言うんだ、これ。煉獄さんと猪之助。おお、めっちゃ楽しい。これ、あ、いや、赤座ね。箱押しだと思うんだよね。すげえでかく出てたから、赤座はめっちゃかっこいいんだよね。で、煉獄さんも出てたぞ、箱押し。あれ、箱押しだと思うんだけど。煉獄さん。あ、煉獄さん2タイプあんのか。え、すげえな。煉獄さん2タイプあるじゃん。絶対出てたもん。ちっちゃくだけどね。あれ、絶対箱押しだと思うんで、見た感じね。炭治郎！うおマジで？マジで2発目にして2セット目にしてもう、え、つか煉獄さんからの渦いってやばくね。2発、2、2、え、ま、マジに、これ夢じゃねえよな。2セット目にして、え、待って、取り戻してしまった。おー、煉獄さんと渦来た。2セット目にして。何この派手な展開。めちゃめちゃ派手じゃねえか。赤座か、次。もしかして。もしかして次も赤座来るんじゃないか。派手派手な展開だぞ、これ。派手派手な。さて。箱し見たいな、もうそろ。箱し。全然来ねえぞ、箱押し。まさか、箱押し全部で何枚あるんだろうっていうか、箱押し何枚あるんだ。あ、書いてあるね。レアが7種だ。レアが7種でノーマルが13種。待てよ。コンペ、あ、でもまだまだ大丈夫なペースでね。おそらくコンペできるから、絶対に。ねずこと、イグロオバナイ。え、待って。あ、箱押しだ！お、箱押しだわ気づかんかった。暗かったから気づかんかったけど、これ箱押し。ほら。カバン、ネーム、ちょっと今まで出てないよね、まだね。出てないよな。煉獄さんも違うし。あ、違う、これが箱押しだわ。超消し、しかもレインボーになってる、カード。後ろ。おお、後ろがレインボー加工になってて、手前が箱押し、かまどねずこ。すげえ、ねずこ箱押しだった。レア、レア1枚、あと6枚 あるね。いいよね、6枚。え、大丈夫か、コンプできるか。でも大丈夫だよ、被ってないしね。大丈夫なはずなんだよね。このカード、ドラゴンボールのやつもさ、あ、これ、ドラゴンボールと同じだよね。ドラゴンボールのやつもさ、いつも順番に出てきてて、あれコンプできてたはずだから、これできるはずなんだよな。え、すげえな。熱が超いいぞ。おー、こっちも調べ品津川さねめ。キラじゃないんだ、これ。他キラ、炭治郎、でも炭治郎出たんだよね。あ、そっか。煉獄さんも絶対あるから、あれパッケージに出てたの絶対こんな感じだったもん、煉獄さんも。キラ具合はわかんなかったけど、こんな感じのデザインバンって出てた、ちっちゃく出てたから、おそらくあの煉獄さんも、マジか。やばい、これ絶対コンプした。で、あと、なんか不安になってきた。中身確かめればよかったな。中身確かめ、でもさ、これ開けるの大変じゃん、これ。まあ、スライディングすれば見えるんだけど、戻すのとか大変だからさ、見なかった。お、見せちゃん。はぁ、かっさ。え、マジ超かっこよくねえか。やばくねえか、今の赤座。今の赤座っていうのは、みつりちゃんと、かんろじみつりちゃん。そして、赤さん、お前も鬼にならないか。すげえ、めっちゃかっこいいんだけど。お前も鬼にならないか。俺なる、速攻なるけどね、俺鬼に。え、てか鬼にならん方がアホだと思う。鬼になったら、まあ、不死身ではないけどね。弱点はあるけれども、人間よくはるかに超越できるのにな。なんで鬼になんねえんだろう。絶対鬼になる、俺。速攻鬼になる。うわぁ、赤さん、マジかっこいいね。赤さん、すげえ、赤座超かっこいい。え、やばいわ、これ。待って、もう一枚欲しい、赤座。赤座もう一枚欲しい。超絶かっこいいわ。
赤座いたもん、ガチャのパッケージででかく、カードデザインは載ってなかったけどさ、でかく出てたんだよね、赤座。わ、これ赤座いるじゃん、絶対と思って。出たわ、しかもレア。やっぱレア。赤座、かっこよすぎる。鬼にしてほしいわ、俺を。すげえかっこいい。マジで。やば、赤座やばいわ。これ今回絶対、これ煉獄さん超えてると思う。煉獄さんのやつカード出てたんだけど、デザイン。これ絶対赤座だわ。ナンバーワン。渦井天元のキラーがあったでしょ、わからんけど。渦井天元多分キラーないかな、いや、わからんな。でも映画ね、来るし、もしかしたら、あるかもしれないよな。渦井、かぶったかぶった、あ、かぶったけど、お、すげえ、セット違う。ドラゴンボールのやつセット決まってるのに。あら、やっぱドラゴンボールと違う、かぶったわ。そういうことコンプできないわ。でも、すっげえ嬉しいかぶりなんだけど。むしろかぶってくれてありがとうじゃん。むしろ被ってくれてありがとう。で、炭治郎のレアが来てたね。カバの炭治郎、ダダーン。で、カバのネズコ、ドビーン。そして、赤座。赤座かっこいいな、おい。赤座やば。後ろさ、レインボー加工もいいよね。箱押しもすごいかっこいいんだけどさ、バックのレインボー加工、バックっていうか全部か。全体的、あ、でも背景だよな。レインボー加工すっげえかっけえ。うわ、赤座、このポーズもいいよね。決まってるよな、赤座。赤座かっこいい、やば。しかも天元2枚被ったんだけど、すげえ、でもコンプできんかった。マジか、じゃあもっとやればよかった。あ、でもいいや、このシリーズはコンプできないってことは分かった。ドラゴンボールのやつセットも決まってるのにね。何々入ってたら何々ってもうセット決まってるのに。違うんだね、やっぱ。へぇー、マジか、でも嬉しい被りだよ、これは。嬉しい。お、別にちゃん被った。おぉ、ゼイツ、いや、キラカードやばくない、三井ちゃん被って、ゼイツ。これね、まず、間違いなく赤座はマスト。赤座はほんとこれみんなゲットして、あの、本物。いやーでもね、画面越しで伝わるかな、このやばさ。肉眼で見たらもうやばいよ、これ。痺れまくれ。うわー、赤座かっこいい。これぜひとも肉眼で見てほしいわ、この赤座は。ガチャであるから、カードコーナー、ガチャのカードコーナーにあるからさ。いや、たまたま見つ、こんなの出てるの知らなかった。リクエストもなかったしね、全然初めて知った、ほんとに。ガチャ初めて知ったの、これ。で、今回初めて見つけて、赤座ゲットしたら、白がかかった。マジでかかった。お、ギルさんだ、マジで。鬼レンチが、鬼レンチレアで入ってて珍しく、赤座はまあわかるよ。赤座はわかるけど、おー、普通こういうのってあんま敵から来ないんだけど、今回もダブルで来てんだが、いや、つうかさ、ギルさん来たのに霞んじゃった。ギルさん。これもキラーでいいのにね、ギユさんね。いや、めっちゃすげえわ。あ、いや、赤座かっこいいな。やばくない、特に赤座やばいわ。まあ、M もね、すごい、あの、デザイン的にはすげえかっこいいんだけどさ、やっぱ赤座これ全てにおいて、今回ナンバーワンだと思うな。まあ、煉獄さんのキラーが来たらわかんないけど、煉獄さんはあるから。うずいはね、わかんないな。ワンチャンあるかもしんないし。いやー、あってほしいな。でもないかな、うずい。なんか、映画の、今回の映画のやつが荒ぶってるとしたら、今のメンツ、赤座とかさ、M とか荒ぶってるとしたら、煉獄さん、かな、うずいはないかな。お、煉獄さん被った。イエー、ダブルじゃねえか。むしろ被ってくれてありがとうございます。やばいわ。うずいも2枚。煉獄さんも2枚。最後、これで最後。コンプできんかったけど、まあ、一個被りまくったけど、全然 OK だわ。今回から中身ちょっとめんどくさいけど、中身確認してコンプできるまでやってくるわ。順番でコンプできると思ったらできんかった。20枚あるから10セット買えばね、あの1セット2枚でさ、いけると思ったんだけど、いけんかったわ。善逸とイグロさんということで、今回、レアが、レアのあの箱押しが1枚、いやすげえ、2枚、3枚、4枚、5枚、あと2枚ある。煉獄さん出なかった。煉獄さん絶対、あれ、もう絶対間違いなくある。パッケージ出てたもん、ちっちゃくだけど。あれ煉獄さん、あのポーズ違ったし、この煉獄さんと。煉獄さんもう一枚あると知らんかったけど、今開けて気づいたけど、あれともう一枚あるんだわ。炭治郎も2枚あったしね、このレアのやつの善逸もそうだし。2枚あるのか。やっべ、あと誰だろう。煉獄さんと、あ、猪之助かな、猪之助だわ。猪之助だ、猪之助と煉獄さん出てないんだ。絶対猪之助だろう。これメンツ的に。炭治郎と禰豆子と善逸と、で、敵の炎武と赤座と。でもね、やっぱ赤座ナンバーワンだと思うよ。俺おそらく。すげえ、この輝きやばくない？赤座。いや、鬼たちがめっちゃ荒ぶってるのがすげえ嬉しかったわ。M と赤座のこのダブル、いやー、輝きやばくない？
素晴らしかった。ということで、今回は初ゲットのね、鬼滅の刃カードのゲットしてみたんだけど、すげえいい感じだった。俺あんまこういうペライね、カード好きじゃないんだけどさ、かっこいいわ、ペラくても、赤さ。やべえ。ま、でもね、これペライけど、スリーブしたらめっちゃいい感じになるからね。そこをスリーブしなければ。で、次回コンプできるまでやってくる。残りの出てないやつ全部仕留めて、コンプリートできるまで。もう、今回は中身見なかったけど、次回から中身見てね、これはコンプする。ぜひね、いやもうほんと、全部かっこいいけど、まだね、ナンバーワンは決めらんないけどね、煉獄さん出てないから。でも、うずいはないから、多分、キラないから、煉獄さんと勝負になると思うんだよね。本物見てないからわかる。でも、赤座ナンバーワン行くと思うな。赤座超かっこいいわ。今回赤座ナンバーワンじゃない?いや、すげえ、この影やばくない?これずっと見てられるんだけど、筋トレしたいね!対話したいね!いや、もうめっちゃかっけえわ!それでは最後は赤座バイバイであり。ゲットしたばかりの赤座。ちょっともっとアップで見たいね。ちょっと細かく見たくない?せっかくゲットしたの。うわー、すげえ!最後にこの赤座のデザインを見て終わろうぜ。すごいなー。いや、もう一枚欲しい、これ。次回被りもね、狙ってくる。これ、絶対コレクションだわ。被りも。超かっけー。名前の部分とこのエフェクトの部分がね。あと、鬼滅の刃って書いてるの、ハンコみたいなところ、これ。ハンみたいなところも、箱押しになってる。で、後ろがレインボーだからね。最高のカードデザインだわ。素晴らしいな、これは。